速稼塾の久保です。まあ稼ぎに対してはですね、いろんなアンテナを張っていることと、それから多少の危険はですね、いや多少ではないかもしれませんね、まあ、最大限の危険をリスクをですね、背負ってですね、最大限のチャンスにトライしていくってことをやっぱりね、続けていかなくてはならないかなと思うんですよ。私がよくね、余剰資金で挑戦をっていうのはどういうことかっていうと、自分のありがの全部勝負に入っちゃうと、新しいチャンスが来た時にもうトライできないんですよね。まあ、ですので必ず余剰資金なんですよ。そして余剰資金をいつでも生み出せるように、まずは自分が稼げるビジネスを構築しておく必要があります。例えばですね、毎月10万円の余剰資金が作れるようにビジネスを育てておくと、今月は10万円勝負する、でも来月になったらまた別のところに10万円勝負できるんですよね。こういうふうな形で自分の余剰資金の額をどんどん増やしていくためにも、ビジネスを構築するのは第一だと思います。で、今回ですね、2つのチャレンジが私の中で、ありました。1月なんですけども、2020年1月なんですけども、カジノ利権の話が来ましてね、こちらの方でラックトリプル8という e スポーツという括りなんですけども、こちらの方に、まあリスクはありそうだったんですけども、トライしてですね、今5月の中旬に入りましたけども、順調にね、これは利益をずっと生み出してくれる仕組みになっております。いや、ありがたいなと思います。まあ、もちろんね、これ途中参加もできませんので、こういう美味しい話をしてあなたも参加しましょうみたいなことを言ってるわけではないんですよ。まあ、これはね、私はトライしてよかったなと。余剰資金をきちんと毎月確保するために、まあ、知恵を張りね、いろいろとこう情報を取り、そして情報を取って、従わない情報もあるわけなんですよ。美味しい話の9割以上私はお断りして、厳選して、それでもですね、それでも、あやふやな情報にやっぱ振り回されることも未だにあるわけなんですよね。まあ、ですんで、いつもあらゆるトライには余剰資金でってことを心がけております。余剰資金ってのは10秒後になくなってもいいお金なんですよね。それがなくても生活に困らない、そして借金をしない、ダメージを浴びないっていうことでございます。それが私のね、取れるリスクですね。私の取れるリスクってのは、まあリスクと言えないようなリスクですね。そのリスクが全部ご破産になっても何にも困らないと、精神的にも全然へこまないみたいな、そういう形で、ずっと成り立たしているかなというところでございます。そして2つ目のトライなんですけど、これはですね、降って湧いたような話とでも言いましょうか。私のね、会社ってのもいくつか経営している中で、削対比で90% 減っていう事業もあるんですよね、残念ながら。しかしその事業に対しては持続化給付金というものが政府の方からね、出されてまして、こちらの方がね、まあ満額受け取れそうだなということで申請を出しました。これは本当にね、降って湧いたような話なんですけども、法人を、私はね、常に何かをするときは法人でやるんですけども、法人を設立してまでどんな事業活動もビジネス活動も所得と言われるものは全て法人でやるようにしてるんですけども、こちらの方もね、決算をしながら進めてきてよかったなっていうのは、今回の持続化給付金においては個人事業主ではなくて法人として中小企業として、申し込むことができましたんで、まあ、200万円満額をね、いくつかの法人で申請することができて、まあ、あとはね、その申請が受け付けられて入金されるのかどうかを待つだけということになってます。ということで1社あたり200万っていうものが見込めますんで、これはですね、結構大きいなと思います。もちろんね、去年に比べて売上がガタッと落ちてますんで、去年より儲かったってことはないんですけども、まあ損失の補填ができたということで非常にありがたいなというところでございますね。で、今年はですね、その2つのものが私にとってはクリティカルヒットだったかなと。で、これから下半期も始まりますので、下半期はね、6月7月あたりからまた新しいトライを仕掛けていこうかと思います。そのいくつかはまたね、考えておりまして、一つは政府系のものでございます。もう一つは、まあ、民間のものというかね、まあ、いわゆる情報業界に流れてくるものなんで、またちょっとね、怪しい匂いがするんですけども、こちらの方はね、皆さんにいつも通りですけども一緒に参加しましょうって話じゃなくて、私はこれをやってますよっていうことだけですからね、皆さんもね、慎重に新情報を選んでいただきたいと思います。全てのものはやっぱりリスクがありますし、絶対がないですしね、特に2020年こんな状況になってきて、会社がバタバタと倒産したりとかね、店舗がどんどん閉店してるわけですから、基本的には何をやってもうまくいかないっていうのが2020年です。まあ、もう一回言いますけども、基本的には何をやってもうまくいかないんですよ、2020年。その中でうまくいかせるものを自分で見つけていく、まさにビジネスを構築しないと、何かの波に乗ってとかね、誰かの余波を借りてっていうことは、まあ今年はないんじゃないかなと思います。去年まではね、そういうのがありましたけども、何点かね、今年はね、本当に誰かに任してとか波に乗ってってのは本当に考えられないんで、自力で売上を上げていく、自力で集客をしていく、自力で商品を作っていくっていう、この自力3点セット、これを構築することにやっぱり挑戦しないといけないですよね。やっぱ私たちは不労所得を得に行ってるわけじゃないんですよ。ビジネスなんですよ。
あくまでもビジネスの成功をもって利益を得ていくって形ですから、不労所得ってのはあくまでもおまけなんですよね。そこがメインになっていけないんですよ。不労所得にやっぱ依存してしまうとものすごいしっぺ返し食らいますので、これからもね厳しい目を持ってビジネスを構築していって自力で稼げるような人間になっていかないといけないかなと思う47歳でございました。それでは、また動画の方アップロードしますのでよろしくお願いします。